はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ぜんざいです。ドラゴンフォージの続きをプレイしていきたいと思います。ではまずは、お話のアンロックですね。ヘラクレスとカーターの物語。ヘラクレスとカーターかな。道化師の、仲間が深いミリーレーンに沿ってカートを運転していた時、車輪が埋まったと。彼の馬はそれを引き出すことはできませんでした。彼は倒れ、ヘラクレスに祈り、助けるように祈った。ヘラクレスは雲から見下ろして、彼がそうであったように馬鹿げた卑劣なルービーのように、そこに嘘をつかない、嘘を ついたらダメだよって言ったのかな。しかし立ち上がってもむち打ち、肩を頑丈に車輪に叩き、これが彼が支援を得る唯一の方法であると、付け加えました。ちょっと待ってね待って、急に終わるんだけど、まあ、直訳だからっていうのもあるんだろうけど、なんかあれ、あの四十八括弧仮みたいな、それで終わりかいみたいな。じゃあもう一個アンロックしますか。若い男性と料理人の物語。若い、なんか二人いるかな。トゥーヤング。二人の若い男性は肉を買うふりをして、料理人の店に行きました。料理人の背中が向きを変えている間、肉をひったくった。そして彼の仲間にそれを与え、彼はそれをマントの下で隠したと。一人が注意を引きつけてみたいな。料理人は振り返り、牛肉が足りない。彼が最初にそれを取った。彼はそれのどれも持っていなかった。それを持っていた彼は、彼がそれを取っていないことを心から誓った。まあ、お前が取ったんだろうって見たら、まあ、持ってなかったと。まあ、この片割れに渡してますからね。なぜ、紳士を見て料理人は言う。私はあなたの曖昧さを見る。私はあなたのうち、どっちが私の肉を奪ったのか分かりませんが、あなたのどちらかに泥棒がいると確信していると。え？ちょっと。その後どうなったのかが知りたい。
溶岩の宝石のレシピ。あ、これも、あ、違う。何かと何かが必要なんだ。溶岩のレシピは、ファイヤージェムとアースジェム。うわぁ。じゃあもう一個いっちゃいますか。ラバーのストーリー。ラバー。甘やかされて簡単に機能したラバーは、ふっくらと洗練された。そして高い状態になった。いい状態なのかな。うわあ、なんだ。そして彼の、なんだろう。ウォン、読めないな。無制限の拘束。もうすべての野生で丘から出るまで走り回るでしょう。おお。なぜ私は、彼が自分自身にでどんな馬と同じくらい、良いレーサーになってはいけませんか。いや、ラバーはレースにはホースと、血統がよく知られている私の父、自分自身の人間の方かな、彼の中で最高の一人、私はあらゆる点で彼に似ていませんか。ラバの方かな。ラバの方の血統がいいから馬のようにレースができる。彼がこの種の、尊敬に虚栄心を楽しんでいる間、彼の主人は緊急のビジネスに、彼を雇う機会を持っていました。ちょっと難しいな。彼をスピードにして速くして、やがて鞭と、白車の両方を使用して、彼を推し進めるよう、強制する義務がある。このようにうんざりして疲れて、彼は自分自身につぶやいた。私は今、私の種馬が、馬ではなくロバ、ロバだったので私の血統で間違っていた。終わった。トマトスープ。キッチンで作れる。なんていうの、ニワトリ？オンドリ？ニワトリ。彼の愛人と一緒に勇敢な若い鶏。何かがそれらを楽しませるために、糞の丘をかき集め、たまたま宝石を見つけたと。彼はそれが何であるかを知っていた。それは明るい光沢を超えて輝いている。しかしそれをどうしていいかわからない。どうするかわからない。
鶏はね、宝石持ってても、彼は翼、肩をすくめ、しかめ面をして、確かにあなたは非常に素晴らしい。しかし私はあなたがここに持っているビジネスを知っていません。宝石のやり取り、鶏にとっては、私の好みは全く別の方法である。私はむしろ太陽の下のすべての宝石よりも大麦の穀物が欲しいと思っていると。あわ。まあ、豚に真珠じゃないけど、まあそういう話なのかな。鶏に宝石があっても何の意味もないよっていう。なんだ、ちょっと癖になってきたな、この話。いやでも終わろう。そろそろ一回終わろう。で、まず、トマトスープを作って、もう配達員が多分全員使ってるんですよね。なので、トマトスープを作って20個。配達員を増やさないと、さっき、作るようになったジェム。配達してくれるゴブリンがいないんで。キッチンでトマトスープ。ちょうどよし。OK。で、もう土地がなくなってできてるんで、まあ大丈夫かな。この辺にしようか。この辺に、あ、違う。そっか。あ、フローラジェムと、ここでわからない。いや、じゃあとりあえず下の土地を広げよう。ファイトチャレンジ。4人の敵を破壊は30秒。なんだこれ。うわうわ死んだ。ちょっと待ってくれ。
敵が強すぎる。この辺に立てようか。道のど真ん中だけど。溶岩宝石は、ファイヤージェムと、アースジェム。アースジェム届かないかな。これだ。この辺に作れば二つ持ってこれそうだけど。ちょっと一回解体して。ファイヤージェムとアースジェムの間。いやー難しいこれ。これ校長大丈夫かな。よし。でここで溶岩ジェム。まずアースジェムを、こう、で、溶岩ジェムを。これ同じ祭壇に入れてもいいのかな。とりあえずこれいってみますか。であったは、農場を作るには銅が必要。あ、銅前回もらいましたね。報酬でもらったんで、これだ。とりあえず今持ってる16個。これを使って、農場。あ、あ、でもまずこれから、石の本。
ダブルストーン。石の取れる量が増えるかな。で、農場。場所がないですよね。この辺にしますか。もうちょっとなんかいろいろ土地とか自分で作れればいいんですけどね。平らな土地を作ったりとか。ファーム。ああ、でかいな、やっぱり。よっしゃ、この辺に。おお、すごい。あ、で作れるのか。小麦とかまだも。あ、作れないのか、何も。これちょっと無理だったんで。こっち行けるか。よし、打ち破る。アイアンウッド、これだ。新しい素材。これは？ミディアムエメラルド。この辺の敵も強いんじゃないかな。マッシュルームも普通に取れる。おお、すごい、新しい素材が。あ、銅鉱石だ。あー、硬い。こっち側は？あ、カード発見。あそこにレースあるけど、あとなんか沼地でグールを倒せみたいな言われたんですよね、だいぶ前に。スワンプス。ああ、今は
旅することがほとんど不可能。これまたボス出るんじゃない？ちょいよね。彼らにかな、会いたい。大丈夫か。多分これまたボスを召喚する人がいると思うんで。あ、レベルアップ。こっちは呪いを破壊。あ、できない。こっちの村には行けない。やってみよう、レース。上。よし。とりあえず今取った素材で、お、布の隠れ家、飛行速度を上げる。フライングスピード。これかな、前回、作ったら報酬くれるって言ってたの。あと作れそうな、あ、これか。あとこの辺ですね、アーススクロールとか。で、この真ん中のやつですよね。なんていうの？ ICHOR、胃腸。なんかグールを倒して手に入れろみたいな。じゃあ、棒を作っておいて。これも作れる。まずどうかな。前回も。この人ですね。木材とトマト。こっち行けるかな。あ、破れない。
うん、どこも破れないな。しばらくあれかな、さっきのところで銅鉱石とか集めて、7体ちょっと見えないな。待って強すぎる。うわー無理だ。アーススクロール、攻撃率の増加。アタックレート、ちょっと話アンロックして、泥棒と犬、泥棒と犬、夜に特定の家を狙う泥棒、激しい犬に妨害された。なんか餌与えてますね。彼にば、お菓子かな。泥棒が口を止めようと考えている。彼にパンを投げました。しかし犬はそれを拒否した。おお、賢い。彼が悪い男である。疑う前に彼に言った。彼が賄賂かな。賄賂を申し出たときに、逆に疑いが確信になったと、犬から見たら。なるほど。はじめはちょっと怪しいかなと思ってたけど、パンをあげて黙らせようとしたことで逆に、あ、こいつは泥棒だと。彼が彼の主人の家訪ねられたので、不正が潜んでいる間、決して、なんだろう、警備かな、警備というか、やめなかったと。お、スチームジェム。これあれだ、どんどん話アンロックして、ジェム、作れるジェムを増やして、あれですね。
ウォータージェムとファイアージェム。ファイアージェムがそこですね。で、ウォータージェムがここなんで、これは、もう一個ラボ。あ、でも人いないか。ここに、無理かな？設置できない？仕方ない。道の真ん中だけど。ここウォータージェム。で、ここで、スチームジェム。うわ、アップグレードできない。あ、人手が足りない。どっかの、もういらないのかな。とりあえずじゃあ作った分まず、あ、そっか。あ、ダメなんだ。はじめの方の配達員を削って、単純にウォータージェムをここに入れてるのもういらないから。これをまず外す。で、このアースジェムをここに入れてるのもいらない。あ、でも人の数は変わらないのかな。あくまでラボの数か。配達のルートの数じゃなくてラボの数。っていうことなのかな。あ、ダメだ。そういうことか。あ、じゃあ削れないもんな。それか、やっぱ、ウォータージェムをこっち側に、難しいな。
これ届かないですよね。あ、いけるかな。あ、でもそっか、スチームジェムから祭壇に持っていく人がいないのか。なるほど。はい、そうですね、では今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。